おかえり。ただいまさや。遅かったね。ちょっと心配しちゃったぞ。ごめんよ。今日は病院に寄っていく日だったから。ああ、そうだっけ。今日は一日どうしてた？今の模様替え、もう半分ぐらい塗り終わったよ。で、今はね、ふみのりの晩ご飯作ってるの。昼間テレビで作り方やってたから。そうか、楽しみだな。もうちょっと時間かかりそうなの。待っててくれる？いいよ。じゃあ僕は今の続きをやってる。ご飯できたよ。こっちで食べよう。持ってきてくれるか。ペンキの匂い平気？さやは嫌いかい？ううん、平気。文則が大丈夫ならいい。いただきます。美味しくない？まあね。気にしないで。明日はまた別のものを作ってあげるから。ごめんな、いつも。せっかく作ってくれたのに。いいのよ。こうやっていろいろ試していけば、いつか文則でも美味しく食べられるメニューが見つかるかもしれないじゃない。さやは食べないの？うん、私はもう済ましたから。そういえば今日もう一度病院で君のお父さんのこと聞いてみた。パパの？やっぱり何も教えてくれない。何か隠している雰囲気なんだが。そう。心配じゃないのかい？お父さんのこと。そういうわけじゃないの。ありがとう、みのり。私のためにいろいろと。君はそれ以上のことを僕のためにしてくれるんだ。じゃあお風呂にする？また背中流してくれるか？